はい、じゃあ今日はですね、レバニラ、ニラレバ、皆さんはどっちですか？レバニラ、ニラレバ。これを少しそぎ切り、ではレバーが少し広くなる、断面が多くなるイメージで切っていきます。存在感残すように厚く切ってもいいんですけど、僕は炒め物でするときはこういう感じが好きなので、これでやります。ここにですね、牛乳入れたり塩もみしたりいろいろするんですけど、僕はもうこのまま使っていきます。で、軽く下味も入れようと思ったんですけど、今日はもうお酒だけ、これでレバーの臭さとか黒さを少し抑えるようなイメージで、しっかりとお酒を揉み込みます。ここに片栗粉よく混ぜます。片栗粉は少しで大丈夫です。あんまりこう粉っぽくならないように、こんな感じで。はい、じゃあレバニラ作っていきます。揚げてもいいんですけど、家庭の場合ちょっと揚げるの難しいと思うんで、今日は炒めます。今火は消してます。まずはレバーを並べる。バーッと入れたいんですけど、ここは大事なんで、こうやって広げて入れること。ちょっとお肉多いけど、こんな入れなくてもいいんで、まあ数がたくさんいる方は、まあ、2人前3人前ぐらいはあると思います。で、火をつけます。中火ぐらいにしてます。まあ、家庭だと強火でもいいと思います。レバーの独特な匂いは、今日は豚レバーでも、まあ、牛が好きな人は牛でもいいし、鶏でもいいし。で、しっかりと焼き目をつけます。まあ、焦がすほどなんていうのは、まあ、これぐらいですね。そうすると香ばしくて、レバーが苦手な人でも食べやすくなります。ここでもやし1袋、名水美人鶏煮たもやし。で、ここで少しこうもやしの水分でお肉に火を入れてあげるイメージ。ただ下が焦げやすいので気をつけてください入れなくてもいいです。僕はちょっとピリ辛が好きなんで、いつもこういう感じで作ってるんで入れます。で、ここにお酒、それからお醤油、少量のお水、これがオイスターソース。
白ネギ。これ、まあ、薬味は生姜とか何でもいいんですけど、入れると美味しくなります。入れなくても大丈夫です。で、火にかけます。で、先ほどのレバーともやしですね、これを戻す。で、全体に絡ませていきます。で、ニラですね。これもお好み、ブラックペッパー。はい、じゃあ盛り付けます。